おはようございます、おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますですよ。さあ今日はですね、 V ストローム250にまたかりましてですね、特に何もしないそうなんだ、何も決めてなくてですね、ただ単にですね走り始めて、まあ自由気ままにですね走ってみようかなっていうふうにですね思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけでございまして、目的地をですね全く定めずにですね走り始めたというわけなんでございますが、いつもと違う山の方に向いて走ってるんじゃないんですよ。街の方にですね走ってみようかなっていうふうにですね思っております。山の方に行ったらですね、だいたいいつも同じようなところしか行きませんので、たまには街行ってみようかなっていうふうにですね思ったわけでございます。そして皆さんにですね一つですねお伝えしたいことがですね、街に行こうかなっていう気分にですね V ストローム250はですね、なぜかですね、まあ街走ってもいいかなみたいな気分にもですねなるというわけでございます。これは不思議なもんでございます。ただいまの時刻午前11時10分今思ってることっていうのはですね、こっち市内方面なんですけど、車全然走ってないなっていうところをですね、ありゃっていうところをですね感じながら走っております。それにつけてもおやつは変わるというわけなんでございますが、すげー晴れてるな、晴れてるんですけどね、また今日も言うんですけど風が冷たいなーみたいなですね、大津さんの動画はですねもう寒い暑いはですね絶対に言わないといけないというわけなんでございますね。伝わらないでしょスマホの画面じゃそういうこともですね言っちゃうわけでございます。そんなこんな言いながら、いやーどこ行こうかな、オートバイ屋さんか。広島にはですねオートバイ用品店っていうのがですね3店舗ございまして、ナップス、二輪館、そしてつい先日できましたですねバイクワールドっていう3店舗があるんですけど、ああいうところ行ったらですね金を使ってしまうというわけでございますので、ちょっとそれもどうかなみたいなことはですね思ってるわけでございます。金を使わず楽しく遊ぼうと思ったらどこに行くべきか。さすが街中にですね向かって走ってるというわけでございまして、いやいや交通量がですね増えてきだしたなっていうところもですね思っております。そういうですねスマホの画面を見たらですね分かるようなことでもですね全部解説していきます。うわーすげー風が、とにかく風すげーな今日。そして土渋滞、やばー街中向かって走るのは失敗だったかなみたいなこともですね毎回毎回言うわけでございます。やっと交差点までやってまいりました。交差点を通過したらいよいよ本当に街に入ってまいります。何しようかな、ちょっとオートバイでも見に行こうかなみたいなこともですね今思っております。オートバイ見に行くのはいいんですけど、欲しくなるんだよ、ほいで買っちゃうんだよこの人だからね今日はそういうことをしないようにですね重々ですね気をつけながらですねオートバイ見に行ってみたいなっていうふうにですね思います。大津さんのチャンネルはですねあんまり試乗動画とかですねそういうものを撮らないじゃないですか。なんでかって言ったらですね、試乗しました、欲しくなっちゃいました、買っちゃいました、ローンが増えました、ローンが雪だるま式雪崩を起こす、家庭崩壊みたいなことにですねよくつながっちゃないんですけどね、まだそういうつながりになったら嫌だなって思って、あんまりオートバイの試乗とかですねオートバイ見に行きましたみたいなそういう動画撮らないんだ。自分が所有しているオートバイにも不満タラタラだったら買っちゃうんですけど、今乗ってるこの V ストロームには50ですね、そうまあ不満点はあるんですけど、そこまでも耐えきれんほど不満じゃないからね買わないよ。そんなわけでございまして、どんどん街に向かって走ってるというわけなんでございますが、ゆっくり走るよ、ここの路線やってますからね、そこは言っときます。それがですね国道何号線、これ県道よくわかんねえな、まあそういうところだそういうところでですねやってるというわけでございます。何の参考にもならねえなこれ。どうだ、いないね、いないよ。交差点にやってまいりました。この赤い橋をですね渡りたいと思います。赤い橋を通過中でございます。ここでですね小津さんの注意ポイントをですねお話ししておこうかなっていうふうに思うんですけど、小津さんはもう50歳のですね割と年齢がいってる人なんですよ。だから街中走るときはですね重々に気をつけていきたいなっていうふうにですね思っております。自分はですねそんなにですね衰えていないっていうふうにですね思ってもですね、やっぱり街中走ったら若い頃とは違うなっていうことをですね感じております。こちらの青信号を左折いたします。やってまいりました、思い出の地でございます。大津さんオートバイの免許を取ってはねバイク乗り回していて、初めてここで転んだオートバイ乗って初転倒の地をですね通り過ぎました。いやよかったよかった、無事に通過いたしました。左ウインカーをつけまして、そして左折して
トライアンフ広島さんに到着いたしました。お邪魔いたします。ここで動画は撮らないですよ。それは言っときますよ。もう趣味半分で来てるだけですから見てきましたよ、トライアンフのタイガー660。最高に良かった。やばいな、欲しくなっちゃったよ。買ってないですよ。もう一台オートバイ見に行こうかなって思ったんですけど、やめた。欲しくなるわ。こらいけんで。今日は目的も持たずにフラ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 するみたいなこと言ってたじゃないですか。金を使わずにね、金を使わずに遊ぼうというふうにですね思っていたんですけど、大銭を使うと、まあ大銭を使うところだっただったのか、だったのか。街中で遊ぶのは危険だな。帰ろう田舎がいいよ。何にもないですから、物欲も起こらないというわけでございます。でもね、今日見ましたですね、動画には撮らなかったんですけど、トライアンフのタイガースポーツ660っていうオートバイはですね、あらいいよ。で、そういうその手のバイクに興味がある方はですね、一回お近くのトライアンフにですね見に行ったらいいと思いますよ。ほいで買えばいいんよ。買えばいいよって、うん、買ってもあれはいいと思うよ。ほんと車多いな、やっぱり市内は。横着して帰ります。横着するんだ、だって車が多いんだもん。そんなわけでございまして、広島インターチェンジ ETC 専用、 ETC 専用、車専用じゃございませんですよ。ゲートオープン、オッケー。北九州岩国方面には行きませんよ。帰るよ帰るよ今日は。そうなんだよ、今北九州岩国方面には行きませんよって言ったじゃないですか。ちょっと待って、合流するけ、気抜いちゃいけんよ。右ウインカーをつけまして、おお車来てませんですね。本線合流でございます。オッケーでございます。というわけでございまして、さっき北九州岩国方面には行きませんよって言ったじゃないですか。大きいオートバイ乗っていたらですね、本当に気楽に九州行こうみたいな感じのことを昔やっていたんですよ。やっぱり行け、でっかいバイクは、でっかいバイクは行け。そんなこと言ってしまいます。大津さんの V ストロームもこうやってゆっくりゆっくりですね走っていくんだったら、高速道路でも全くですね不満点がないというわけでございます。府中出口渋滞中、そうなんだ、街中遊びに行っちゃいけいうことよ。そうよそうよ。広島東インターに到着いたしました。 ETC 専用、 ETC 専用、車専用じゃございませんですよ。おいくら万円でございますでしょうか。190円、安いな、割引が効いています。そんなわけでございまして、左コーナーを駆け抜けまして、右コーナーを曲がるとですね、そこは小津さんの地元、別世界みたいにですねなっちゃうわけなんだ。目的を持たずにフラフラするのであれば、地元よりももっと山へ行けっていうことがですね今日よくわかった。まだ頭からね、トライアンフのスポーツタイガー660のことがですね離れないというわけでございます。もうこいつボイストロームをですねカスタム仕上げてですね、カスタム仕上げて、どっちにしても金使うのことばっかりですね、なんか考え始めてしまったという、そういう動画になってしまいました。ではでは。